ポール・アンドリュー・オニールは、アメリカ合衆国をハイオ州コロンバス出身の元プロ野球選手。左投げ左打。ポジションは外野手。背番号は21。ニックネームは、ハートソウル、ウォーリアー。1981年、オッターベイン大学からドラフト40目で、シンシナティレッツに入団。1985年、メジャー昇格。 その後は泣かず飛ばずだったが、1988年からレギュラーに定着し、1990年のワールドシリーズ制覇に貢献。1991年には自己最多の 28HR をマークし、オールスターにも選出された。しかし、長打を狙う傾向にあったため高打率は残せていなかった。1993年、ニューヨークヤンキースに移籍。 移籍後は無理に長打を狙わず打撃の確実性が増し、6年連続で打率3割以上をマーク、1994年には打率、359で首位打者を獲得した。不動の3番打者として4度のワールドシリーズ制覇に貢献、1990年代後半のヤンキース黄金時代を支えた。2001年11月2日に2001年のワールドシリーズ限りで、 現役引退することを表明した。現在はイエスネットワークで主にヤンキース戦の解説者を務めている。投手を剥き出しにするプレースタイルで凡退した時にはバットやヘルメットを叩きつけたり審判に激しく抗議していた。それがヤンキースの選手にふさわしくないと批判されたこともあったが、その熱い姿勢がファンから支持される要因ともなった。 レッツ時代の1989年7月5日のフィラデルフィアフィリーズ戦で右翼前を転がっていたボールを拾って送球せず、キックして一塁へ送球した。ドラマーとしての一面も持ち、ヤンキース時代にバーニー・ウィリアムスやジョン・ウェッテランドとクラブハウスで演奏を披露したこともあったという。ありがとうございます。